キーラ・グレーシーは、ブラジルの女性ブラジリアン柔術家、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身、グレーシー・バッハ所属、ブラジリアン柔術三段、ブラジリアン柔術創始者、カーロス・グレーシーのひ孫、ヘンゾ、ハウフ、ハイアンはおじにあたる。2003年4月、アメリカ合衆国カリフォルニア州で開催された、パンアメリカン柔術選手権に出場、紫体、 スーパーフェザー級の準決勝で藤井恵をポイント判定、決勝でもモテギアスコを一本で下し優勝を果たした。2003年8月6日のスマックガールで藤井恵との対戦が予定されていたが、直前になってビザの問題などで実現しなかった。2004年9月4日に開催された女子格闘技工業クロスセクションで初来日し、 リングサイドで観戦した。2004年9月14日にフジテレビで放送された番組世界衝撃の凄びっくり大集合格闘王スペシャルのスタジオで芸人の三つ股忠久と充実マッチで対戦。オモプラッタからの三角締めを仕掛け三つ股が逃れたところにともえ投げからの腕ひしぎ十字固めで1分13秒タップアウト勝ち。二千五年五月 アブダビコンバット女子 60kg 未満級の1回戦でエリカモントーヤに勝利、準決勝で藤井恵美を腕ひしぎ十字固めで下すと、決勝でレカビエイラをポイント判定8から0で下し、優勝。2006年7月、世界柔術選手権に出場し、女子茶、黒帯、0ビ級で優勝。ムンジアルの黒帯を初制覇する。2006年10月、 世界ブラジリアン柔術連盟主催の国際大会第1回ブラジリアン柔術アジア選手権で日本初、試合。女子茶、黒帯、霊美級トーナメントで、ハットリ稽古を判定で下し、優勝。2007年5月、アブダビコンバット女子 60kg 未満級の準決勝で、関の瞳、決勝で、タララローサを下し、2連覇を果たした。 無差別級では一回戦でアネッチクアドロスに敗北。ありがとうございます。